はい、喫煙動画、喫煙動画じゃねえや、巻き紙レビュー動画、手巻きタバコの、レビュー動画、今回はこちらスモーキングのシネストです。こちらはですね、確か、かなり薄い、超極薄ということで、割と最近発売されたのかな。世界最薄、味を損ねない超極薄ペーパー、燃焼速度遅め、60枚入り。で、こちら値段が120円となってます。ちょっと高いですね。20円高いという。ただそれだけの、まあ薄さはあるんではないでしょうか。スモーキングのマスターよりも薄い。薄いんではない。うん、多分。ピュアの、スリムフィルターで使って吸います。こちらが、チェのシルバーです。ああ、薄いですね。まあ、見た感じ、スモーキングのマスターよか、おそらく薄いんではないかと思われます。こんな感じ。ちょっと実際に手に取ってみないと、これちょっとわかんないですね。うん。まあ、スモーキングのマスターも薄いのは間違いないんですけど、多分こっちの方が薄いんじゃねえかな。手で持ってみた感じね。実際は測ってみないとわかんないですけどね。まあ何ミリとかって書いてないんで、わかんないですけど。うん。まああとは味だな。じゃあ吸っていきましょう。特に、特には、何が違うかって、スモーキングのマスターより、何が違うんだろうな。なんか辛さが若干抑えられたような気がするんですけど、気のせいかな。なんか若干マイルドになった気はするんですけどね。OCB のアルティメイトとほぼ同等ということで、薄さはね、世界で最も薄いのではないか。
世界史上最薄という触れ込みで OCB のアルティメイト。まあこれも吸ったことないんですけど、まあそのペーパーが発売されているということで、まあそれとほぼほぼ同じぐらいじゃないかと思われます。今まで最も薄いペーパーで飛んでしまうほど薄い。市場の平均的ペーパーと比べると 20% も薄く、1平方メートルあたり 10g という軽さで透明感もマックス、しかも強度もあると書いてあります。特に、全く味は、雑味とかはまあないですね。ただ、どこの生地も、その、薄さの、ね、0.0 何ミリなのかっていうのを書いてないようで、わかんないですね。スモーキングのマスターは 0.028 ミリと書いてありましたが、このシネストはそれよりか薄いはずなんですが、何ミリなのか書いてないという。まあ、まあ、そういうことですね。何ミリかは書いてない。何ミリか書いてないのに最薄って名乗るのもちょっとおかしな話なんですけど、まあわかりませんけどね。せめて何ミリか書いといてほしいという。ねえ、世界最薄って名乗るんだったらもうそれ書いとけよって話なんだけど。まあ味としては全く問題ない。ただ値段が20円高いということで、スモーキングのマスターよりも、20円高いんで、それを買う価値あるかっていう話になるんだけど、まあ、まあちょっとわかんないですね、これはね。まあなんかスモーキングのマスターの方がちょっと、タバコの味が、若干噛み臭いような気はするんですけど。ぶっちゃけ、わかんない。ちょっとわかんない。プラシーボ効果かもわかんないんで、実際ちょっとわかんないです。まあ、ただ、マスターよりも薄いっていうのは確かだと思いますよ。まあ、値段20円高いわけですからね。まあ、今後、OCB のアルティメイトっていうやつも、ね、ちょっと試してはみたいんですが、まだ買ってないんで、まあ今度購入し次第、ね、試してみたいと思います。こちらはまあ四つ星かな？まあ美味しいです。特に美味しい。問題なし。ただ若干値段が高いので、まあ四つ星に落とさせてもらいました。ということでご視聴ありがとうございました。